Welcome. うん。猿の落胆が目に浮かぶぜ。ま、見事な。奪い返されねえためにも。互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。共演か。いや、結構。しかし、ケイラの誠の望みは、手をつなぐことであったかね。熱血野郎なんざ目じゃねえ。総大将は竜王だ。同格などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の長だが、より活躍した軍の主でどうだ。うん、それがしにも依存はない。お前はどう思う、サスケ。俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で伝えるいい機会だ。ほう、ならばなおさら破れるわけにはいきませぬな、マサムネ様。誰に言ってる。ヒヤッホー、伊達の軍馬は天下一。なんの日の本一にふさわしきはこの完結馬ぞ。片や勇猛、片や暴走、なんというゆしき組み合わせか。レッツゴー、トシュロギョイ、この手で切り開く。行くのだ、サスケ。了解。やりごたえのあるお仕事だね。同盟はしたが、俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。とへへ、バレちゃいましたか。知らなかったのか。殺人共有にはおたしなみたまえ。眷属が席、ここに果たせ。は、物の負よりも上なのだよ。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。勝てよ小次郎、俺に言いたいことがあるんだろ。ならば政宗様、この場をしのぎし、その暁に。あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将さ。悪いようにはしねえさ。うまい。俺の代わりに見定める。真田幸村、政宗様が冠された王という名のありよう。かなりだと。貴殿の思いと忠義にかけ、必ずや。迫られたな。あんたらの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、政宗殿。貴殿の軍こそいささか奔放に過ぎよう。これより突撃いたし、存分に暴れてやりましょうぞ。皆すまず、最後まで命を預けてくれ。さーて、そいじゃ俺も行きますかね。っと、自慢の配下ってやつだ。クールだろ。なんの、皆勝負はこれからぞ。仕方がない。さて、後で剣を研がなければな。まだまだこれから。この雪村ある限り。残り門には服があんだよ。俺らの逆襲って服がな。バカな、他ならぬ貴殿と組んでこの手たらく。それだけ手ごわい相手ってことだ。上等だとは思わねえか。向かい風ほど心地よい。ものかな。奪われたくなければ興味を引かないことだ。
て私に差し出すとは、彼は隣人か何かかね。配下に先立たれることほど虚しいものないな。伊達の名に恥じねえ戦いっぷりだったぜ。本当によ、なんという凄まじい覇気、まさに強者。武田の盛況をことごとく打ち破るとは。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ、この雪村と政宗殿が引き受ける。境の場はこちらかね。違うか、邪魔したな。龍虎同盟の王座、早い者勝ちはいかがでござるか。エクセレント、サウンドグッド。ようやくこの時が来たか。随分と長かったじゃねえか。貴殿との偽りなき上下、定めるは恐ろしくもあった。テイテイヒ、気楽に行こうぜ。俺は諦めねえ。俺の理想、望みのままに、誰もが必ず立ち上がる。見事なものだ。火の音、死の音、いささか飽きたが、耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。